ニワトリプロダクションプレゼンツ定期ラジオニワラジ。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。支援ありがとうニワッチ。皆さんニワラジは、はい、始まりました。ニワラジ第4回でございます。ジングルが欲しいというコメントがあったのでね、今回から入れてみました。なのでね、その辺もお楽しみに。それでは早速トークスタート。手首ね、僕のね料理動画のまあ実写パートですよね。調理パートでよくね手首を見て太ったって聞いてくるコメントが多いんですけども、痩せてはないですよ僕の体型的にね。むしろまあ若干太ってるかなとは思うんですけど、手首に関してはね別に太ってるとは自分でも思わないんですよね。まあ、あの太ってるって聞くのは手首のシワを見てねそう言うんだと思うんですけど、あれはね胸にねアクションカメラをつけてるわけですよ。でまあそのせいで角度的にね手首をちょっと反らして持ったり切ったりするんで、その時に生じる手首のシワを、まあ、肉が余ってるんじゃないかと疑いをかけられるわけですけども、でもね皆さんもね多分手首反らしたらね手首にシワができると思うんですけどね、まあ、こちら実際ちょっと写真を撮ってきましたけどもね、まっすぐにしてればね別に太ってないですよね。むしろ手首とかこの前腕っていうのに関してはね割と細いと思うんですよね、うん、体格の割に。だからまあメンズのね普段つけませんけどねスマホがあるんで、まあ、腕時計とかつけた日にはね結構腕時計のブレスレットブレスなんていうのかな、輪っかの部分が結構余るんじゃないかなと思いますけどね。それでまあ話は変わりますけどね、このせっかく写真が出たんで、まあ、ネタにしますけども、まあ僕はね小さい頃からほくろがね多いことに若干のコンプレックスを抱いてるんですけども、それでまあ小さい頃はね大きくなったらもう手術でほくろ消してやろうと思ってたんですけどね、まあ、最近になるとねもうどうでもいいかなと思ってるんですけど、ほくろって何なんですかね。もう本当に今までなかったところにねある日突然あったりしますよね。で昔はねよく太陽の光とか紫外線を浴びたらできるって言われてたけど、まあ、それだけでもないし理由はね、てか僕ほとんどねそんな外出ないのに最近でもできるし、まあ中まあね、ちっちゃい頃はね運動部とか入ってたんでねわかるんですけど、最近でも普通にねなんかあれ増えてるみたいなあるし、うん、ほくろねあんま好きじゃないんですよね。まあ位置によってね、まあ、セクシーに見えたりするからそういうほくろはいいんですけどね。でまあほくろの中にはまあがんとかの予兆みたいなねそういうほくろもあるらしいんでね、まあ、形が明らかに普通のほくろと違ったりね大きいほくろができたらまあ病院でね検査してもらった方がいいかもしれません。筋トレ、最近ねちょっと腹筋をね始めたんですけども、まあ、ランニングはね痩せるためにたまにやってるんですけど、筋トレの方はね最近ほとんどやってなくて、まあ、昔はね腕立てとかを、まあ、暇があればちょっとやってたりしたんですけど、そしたらね服の腕の部分がねなんか入らなくなったりして、それはそれで困るなと思ってやめたんですけど、まあ、最近ちょっとまあやっぱ腹がね年を取ると出るので腹筋を鍛えようかなと思ってやってるんですけど、てかやってるというかやってると言っていいのかわからないぐらいの回数しかまだやってないんですけど、僕はね本当に腹筋が弱いのか知らないですけど、もう腹筋をそんなに数できないし、プル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 するんですよね腹筋すると。でまああんまりね腹筋すると僕はヘルニアなんで、また爆弾がね爆発しちゃうと本当にね生活に支障が出るんで、そんなにムキになって腹筋できないんですけど、でもね医者からはね
ヘルニアになると基本的には保存療法って言って、何もされないんですけど、痛み止めぐらいで、まあ筋肉を鍛えろと、腹筋とか背筋をね言われるんですけど、その腹筋をすることで腰が痛くなったら意味ないんじゃないかと思うんですけどね、まあ、一応正しい腹筋の仕方とか調べてねやってますけど、あれね、ヘルニアってね本当にね、名前通り絶対意味違うけど、ヘルがついてますからね、地獄ですよ、生活が一変しますからね。もう本当にひどい時は駅まで数キロぐらいしかないんですけど、もうその半ばぐらいでね、ちょベンチに座ってね、ああもう無理だろうって思ったぐらいきつかったです、ヘルニアは。今はねなんか痛みがね全然収まってていいんですけど、だからまあ本当に時限爆弾みたいにいつまた再発するかよくわからないあれなんですけど、まあね、僕がねヘルニアになったのは、まあ、大学の頃なんですけど、多分ね原因は椅子の座り方なんですよね、まあ、大学頃から、まあ、家に帰ったらほとんどパソコンをしてたんですけども、そのパソコンをする時の座り方ですよね、こうお尻が前にあるというか、座り方が浅い座り方、あれがね悪いですよ、腰にすごい負担がかかる。だからまあできれば深くね座って正しい姿勢でパソコンをやるといいと思うんですけど、なかなかねそれも難しいですけどね、ついつい体勢をね崩しちゃいますけど、いや本当にねなった時はもうきつかった。もうね、腰っていうのは体のね本当に中心なんだなって思い知らされましたね。動きのもう基本はもう腰からっていうね、本当思います。何しても痛かったもんね。でね、ヘルニアはね勘違いされやすいんですけど、ヘルニアになると何がどこが痛いかっていうと腰じゃないんですよね。そもそもヘルニアっていうのは、まあ背骨の椎間板、背骨があってその間に軟骨が、まあ、皆さん挟まってるんですけど、その軟骨が、まあ、背骨によって挟まれて潰されて押し潰されて、で、まあ、ブニュって軟骨が出るわけですよ。でその出た軟骨で背骨の神経が圧迫されて、まあ、痛みが出るんですね。だからその、まあ、圧迫される神経がどこの神経かによってね、まあ、痛みが出るところも変わっていくんですけども、まあ、大体腰の椎間板ヘルニアだと足とかに痛みが出ます。なのでね本当に歩くのが辛くなるんですよ。もう歩くだけで痛いんですね。でも本当にね、うわもう痛みなく歩けるのがあんなに幸せだったんだって本当にね思いましたもん。もう一生この痛みなんだろうなと思ってましたからね。今はもう走れるぐらいなんか痛み収まってますけど、これもよくわかんないですけどね。それでも本当に我慢できなくなった時に、まあ、病院にね行ったんですけど、本当にね本当によっぽどひどくないとヘルニアって手術もしてくれないんですよね。本当に薬だけ、痛み止めだけ。そのよっぽどっていうのはもう下半身麻痺ぐらいのそういうレベルじゃないと多分してくれないんですよね。もう本当に保存療法、筋肉鍛えてねって言われるだけなんですよね。もうお前こんなに辛いのにそれはないだろうと思うんですけどね、えお前なってみろよと思いますけどね。でまあね、まあ、一回今まで何回再発したのかな、一回収まって、ある日ねバイト寝坊したんですね。あやべえと思ってもう起きてすぐにダッシュですよね。でダッシュしたら再発したというのがね一回ありましたけどね。だからもう寝坊してもそんなダッシュしませんけど、寝坊しなきゃいい話なんだけどね。でもね不思議なことにね、こう腰を悪くしてからなんか体の動きがね腰に負担をかけないような動きにね勝手に変わっていったような気がしますね。例えば足元のねものを取ろうとした時に、まあ、普通はね両足そのままでね、あの上半身だけこう下に前屈みたいなことになって物を取ると思うんですけど、最近の僕はねもう片足を上げて、だから T の字みたいにしてなんかバランスを取るんですよね。そうするとなんとなくね腰に負担がかからないというかね、足が上がってる分
バランスが取れるんでしょうね。そんな感じで、そういう感じの、まあ、体の使い方をね、勝手に覚えてきてます。まあ、何が言いたいかというと、腰は大事にと、ね。タンドリーチキン2ということでね、まあ、先週あげた料理動画で、てか先週はね、研究所どっちも2回ともタンドリーチキンだったんですけども、まあ、僕としてはね、あんまり同じ料理を立て続けにやるとね、まあ、皆さんが面白くないんじゃないかなと思うんですけども、まあ、実際にね、あの再生数とかコメントもね、若干落ちましたんでね、あ、やっぱそうなんだなとは思うんですけどね。でもまあ成功するまでね、同じ料理をやるのも研究所って感じはするっちゃするんですけどね。でまあ今後はね、何かしら間に挟んでからねやりたいと思いますね。連続でやるとねちょっとあれなんでね。でまああのね、ハウスのタンドリーチキンの小袋、まあ、使ってみましたけどもね、やっぱりあれはガーリックチキンなんじゃないかなと思いますね。あれがタンドリーチキンだよって言われてもね、まあ、やっぱ日本人の舌にね合う味付けにしてはあると思うんですけど、合いすぎてなんか身近な味だったんでね、あんまりその珍しい外国の食べ物っていう感じがしなかったんですよね。でまあ今度やるとしたら、まあ、1回目のレシピで作ったやつをオーブンで焼いてみようかなと思いますけどね。まあタレがね、使い回ししない方がいいっていうコメントが多かったんで、まあ、もったいないですよね、あれ1回しか使えないとなると、うん、香辛料ってあれですね、結構大さじ1、2とか使うともう半分ぐらいなくなっちゃうんで、思ったよりねなくなるんですよね。でまあ買うとしたら、まあ、香辛料3割とか2割引きの時に買いたいんでね、なかなかまあそれも来ないんでね、あんまり多用するとすぐなくなっちゃうんですけどね。どうなんでしょうね、あの使い回しですけど、まあ、冷凍すれば、ね、生肉の、まあ、カンピロバクターみたいなのはまあついてるとは思いますけど、冷凍するとまあね、活動は弱まるのかな。で結局あれで食中毒になるのって、まあ、菌っていうより菌が出す毒素のあれですよね。だからまあ腐った肉を焼いて食べても腹を壊すのは、まあ、その生成された毒素がね、熱に関係なく残るんで、菌が死んでも毒素で腹を壊すというあれなんですけど、多分ね。でもまあ冷凍しとけばね、その活動さえ抑えておけばその毒素も出さないだろうし、まあ、別に生でね食べるわけじゃないんで菌はねあんまり関係ないし、うん、まあ1回ぐらいならね使い回せそうですけどね。まあおすすめはしませんよ。サンマのつみれ鍋ね、昨日あげた料理研究所の動画の内容ですけども、やっぱりね、僕はあの鍋は魚介系よりも、まあ、肉がいいかなと思っちゃいますね。まあ魚もね悪くはないんですけどね。でまああれ動画内ではね、フープロを使って作ったんですけども、まあ、フープロがない人とかはね、普通になめろうを作るみたいに包丁で叩いてね作ってもいいんじゃないかなと思うんですけど、てかね、あのフープロをねいちいち洗うのめんどくさいんですよね。フープロ特に洗いづらいのが、あの刃の部分、あれがね本当に結構切れ味が良くてね、油断すると手切るんで洗いづらいんですけど、あれてか構造がね洗いづらいですよね。だからあんまり使いたくないなと思って、最近はフープロも封印されてるんですけど、てかね、あんまり使う場面ないなってフープロ、まあ、野菜はね一時期ね玉ねぎのみじん切りとかフープロでやったら超便利じゃんと思ったんですけど、手で切った方がね後片付けしなくていいし、ね、でそうなると使う場面は、まあ、肉をミンチにしたり魚をねつみれにしたりぐらいしかなくなっちゃうんですよね。
で、まあ肉はねそんなにこだわってないんで、別にミンチ肉買えばいいし、お店でね。炭入れもね、まあ、さっき言ったように叩けばいいような気もするんですけどね。で、まあなめろうで思い出したんですけど、あのさんが焼きってあるじゃないですか。なめろうをなんか大葉にくっつけて焼いたみたいな、あれねやったことないんで、ちょっとやってみたいなと前々から思ってるんですよね。だからまあ近々やると思いますね。一応ね、次回は串カツということになってます。で、まあそれ以降はね特に決まってないんですけど、まあ、ビリヤニがねどうも作る踏ん切りがなかなかつかなくて、まあ一応カイエンペッパーも買ったんですけど、だからまあベイリーフだけ、あとはないのは、だからまあそのベイリーフを無視すれば作れるっちゃ作れるんですけど、なんか手間で成功するかもよくわかんないんでね、いまいち作る踏ん切りがつかないんですよね、ビリヤニ。で、なんかね最近ね、真っ赤な辛い麻婆豆腐の画像をね、なんか見ることが、目にすることが多くてね、なんかあれをちょっと作りたいなと思ってます。麻婆豆腐自体はね多分前に作った気がするんですけどね。あー、でもあれどうなんだろう、やっぱすごい辛いんですかね。別に辛いのはね苦手じゃないんですよ。一度ね、あのココイチの10辛をねネタとして食べてみたこともあるんですけど、その時はねもうすごい汗をかきながらちゃんと完食したんですよ。ただね、あれ注文するときになんか、まあ、段階があるんですよね。この辛さまで食べた人だけ注文できるみたいな、10辛を注文できるみたいな、そういうシステムだったと思うんですけど、でも僕その時なんかココイチ初めて行ったんで、まあ、そんな段階はなかったんですけど、さも今までクリアしてきて、まあ、いつも当たり前のように頼んでるよっていうね雰囲気を出しながら、あ、10辛くださいみたいなそしたらまあ出してもらえたんですけど、だからまあ10辛は一応食べられたんですよね。でもやっぱ辛味ってね、まあ、味じゃなくて痛覚だって言うじゃないですか。でやっぱね、辛いカレーってもう味がね分からなくなるんですよね、辛さで。だからまあそのちょっと前ぐらいまでは、まあ、市販のレトルトカレーを買うにしても、まあ、中辛辛口ぐらいを買ってたんですけど、最近はもっぱら甘口になってますね、やっぱ美味しく食べたいなら辛いよりも甘い方がねいいかなと思って、そんな感じですね。でもね、なんかあの画像を見てると辛い赤い麻婆豆腐、なんか惹かれるものがあるんですよね。そんな感じです。ゲーム実況ね、最近上げてますけども、まあ今までやってたのはボイロ実況だったんですよね。でそれと比べてね、まあ、やっぱり、まあ、あの文字書いてボイロでね音声書き出す必要もないし、立ち絵をねつけるわけでもないし、非常にね楽ですよね、ボイロ実況を作るときと比べて。だから本当にねボイロ実況作ってる人たちはすごいなと思うんですよね。でまあ、 あの声当てとかもねやってるんですけど、まあ、ちょっとね昔を思い出してやっぱ楽しいですよね。ただまあ女の子のキャラクターはさすがにねぴったりの声とか出せないんでね、まああんな感じになってますけどね、まあ、なるべく男性キャラクターは頑張りたいなと思ってるんですけども、まああくまでね僕のパッと見た印象で出してるんで、声ね全然あれがね公式とかじゃないんで、まあね、あの皆さんの想像と違うよこの声っていうのがあってもね、まあご了承願いたいんですけどもね。いやしかしね、あんなにね噛むとは思ってませんでしたね。割とね滑舌はねいい方だったんですよ。でもねここ最近もう全然その演技とかやってなかったんで、やっぱりね衰えますよね。職場でもそんなに喋ることもないし、最低限ね喋るぐらいで、で家帰ったらね別に一人なんで喋らなくていいし、まあ鶏のね、まあ、料理研究所で
まあ、にわっちって喋ってるぐらいですけど、まあ、あれがなかったらもっとひどいかなと思うんですけど、やっぱ使わないとね錆びるよね。で、まあ、あのゲームをまず最初に選んだ理由としては、まあ、料理ですよね。料理要素があるっていうのと、やっぱねキャラクターが結構魅力的だったんで選ばせていただいたんですけどもね、まさかあのオリビアちゃんがね13歳だとは思わなかったですね。もうちょっと上かなと。年って分かんないですよね。もう子供の頃とか、もう小学生時代とかって、もう中学生とか高校生とかもはるか上の存在だったわけじゃないですか、ね、完全に大人だなと思ってたんですけど、いざ自分がなってみるとね、やっぱ子供なんですよね。特に変わってない、変わらない。もう中学になったらやっぱ高校とか大学生は大人なんだろうなと思ってね、思ういますけど、やっぱ高校になったら、まあ、もう高校生もこんなもんかと思うし、大学生になっても、まあ、やっぱこんなもんかって思いますよね。だからまあ20成人してね、もうあんた大人なんだからって言われるかもしれないですけど、20歳超えたらもうね、いきなり人が変わったようにね大人になるわけじゃないんでね、まだ成人してない方には言っておきたいんですけども、20歳超えたからってね全然大人じゃないですよ、みんな。なんならね高校ぐらいから精神年齢変わってないからね。大人になるって、まあ、結局いろいろ経験して、まあ、何をしたら怒られるとか褒められるとか喜ばれるとかいうのが分かるからね、そういう過ちを犯さないように行動できるだけであって、それだけだと思いますよ、正直ね。多分ね、俺40になっても今とあんまり変わらないと思う、考え方とか精神的なあれが。結局大人っぽいやつって、もう高校の時代からもう大人っぽいやつだけがね模範的な大人になれるんじゃないかなと思いますね。子供の頃はさ、やっぱ大人というか親ってやっぱ絶対的な存在だったじゃないですか。ね、何でもできるんだろうなと思うし、頭もいいんだろうなって思ってたわけですよ、自分よりね。でも大人になってみるとちょこちょこね、あ、そうなんだっていう、そこまで頭良くないんだなっていうのは分かってきちゃうんですよね。例えばうちの母さんは、まあ、地図がね、地理がよく分からないということで、まあ、韓国と中国がよく分からないレベルのね、あれなんですけど、って思いましたもんね。そんなわからないのみたいな。だからやっぱり、まあ、子供が思ってるよりも大人っていうのはそんなにすごくないよっていうねだってね、いい大人がって言われますけどね、パッとニュース見りゃ犯罪を犯してるのは大体大人ですもんね。まあ子供はね名前とか出ないから放送されないのかもしれないけど、結局悪いことするのも大人がほとんどなんですよね。なんでこんな話になったんだろうね。で、まあフリーゲームの話に戻しますけど、まあ、フリーゲームってね結構いいですね。フリーゲームで鶏食堂のゲームとか作ってみても面白いかなと思うんですけど、まあ僕作れないんでね、作るとしても友人頼みなんですけど、ゲーム実況2ね、1回目の反省を生かして、やっぱりね僕ね、あの普通に素で喋るとね、声の最後の方、喋ってる最後の方の声がねやっぱこうちっちゃくなるんですよね。ボソボソっと喋っちゃう、あれがねもう本当に自分でも嫌なんですけど、なんかそうなっちゃうんですよね。だから実生活でも結構そういう嫌いがありましてね、結構昔から親にもうタキャキ喋りなさいよみたいな言われましたね、うん、セリフとか喋るときはねちゃんと声張るんでね聞こえると思うんですけどね、素で喋るとどうもねなんかこんな感じになっちゃうんですよね。で、まあ2ではね一応そこら辺を気にして作ってみたんですけど、まあ出来上がったのをね聞いたら、やっぱりまだまだね語尾が小さくなるなと思いましたね。もう完全にねあれをなくすにはね素じゃなくならないとダメなんですよね。
はいどうもみたいなキャラ作らないとね、あれはね多分治らないと思いますね。すいません。でね、前回はね、1回目はねテンポが悪いとねやっぱいけないなと思ってちょっと早足でゲーム進めたんですけどね、まあ、コメントではもっともっと寄り道したりしてもいいんだよみたいなコメントいただいたんで、あそうなんだと思ってね、もっとワンアクションにね、ワンアクションで起きたことをもっともっと話をね膨らませられればねいいなと思うんですけどね、やっぱりただゲームをねやってクリアするだけじゃ見ててあんまり面白くないと思うし、なんかね面白いこと言えたらなと思うんですけどね。昔からね結構面白いことを言うのは自分ではね得意だと思ってるんですけど、結構ねゲーム実況になるとねいっぱいいっぱいになってね思いつかないんですよね面白いことが。だからその辺をもうちょっとね余裕を持って、まあこれは回数をこなせば慣れてくるのかなとは思いますけどね、もっと面白いこと言えるようになりたいなと思っています。それでね、まあ、見ていただければわかると思うんですけど、まあ、フリーゲーム の、 あの画面サイズがですね、まあ、正方形に近いんで両端がね余っちゃうんですよね。だからデスクトップの一部が映ってるんですけども、まあ、当たり障りのないね初期から入ってる壁紙に変えときましたけどね、まあ、普段はちょっとね好きな壁紙を使ってますけどね、まあ、やっぱあの部分がね結構気になるんで、なんか絵でも描いてゲーム中のキャラクターのね絵でも描いてあそこに載せようかなと思ったり、まあ、そのままでもいいかなと思ったり、でもねせめてねあのサムネはね一枚絵なんか描いてやりたいなと思うんですよ。そのゲームの場面を使うと、まあ、最悪ネタバレになるじゃないですか、サムネだけで。でね、そうなるとやっぱネタバレが嫌な人には悪いんで、そうならないためにはまあやっぱ自分でねサムネ書いて使おうかなと思ってますね。イラストの依頼ということでね、これは結構面白い話なんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ピクシブにね、何だったかな、マークロイヤルのイラストを上げた数日後ぐらいに外国の方から、まあ、絵を描いてくれないかっていうねメッセージ、ダイレクトメッセージみたいなのがピクシブの方に来てまして、でねすごいね丁寧な日本語と英文が一緒になったねメッセージが来たわけですよ。それだけでもねすごいなと思ったんですけど、でまあ内容としてはあなたの絵が気に入ったので絵を描いてくれませんか、報酬なら払いますからみたいなね、すごいですよね。その自分の欲しているものを描いてもらうために金も払うし、こうね言語もちゃんと勉強したぜ俺みたいな、その行動力と熱意がすごいなと思いまして、でもねまあ普段はもうめんどくさいんでね断ったりスルーしたりするんですけど、まあラジオのねネタにもなるしっていうことで、まあ、OK してみたんですよね。そしたらまた英文とね日本語が一緒になったダイレクトメッセージが来まして、まあ、詳細がね書いてほしい絵の詳細が送られてきたわけですよ。でそしたらそれがね、まあ、まあそれは最初から分かってたんですけども、ちょっとエッチな、ちょっとじゃないな、まあエッチなね半券のイラストを1枚で50ドル払うぜっていうことで、まあ1ドル100円なんでね5000円ですよ。1枚書いて5000円っつったらすごい割がいいなと思うんですけど、ただねその半券キャラをね僕今まで書いたことないんですよね。なのになんで俺に頼んできたのかなってちょっと疑問だったんですけど、まあそれ5000円もらえるなら書きますよって、5000円って言ったらねもうあのピクシブファンボックスの支援コースでも最上級のお値段ですからね、まあ、書きます書きますっつって、それじゃあとりあえず下書き書きますねって送ったんですよね。でまあすぐには返信来なかったんでとりあえず下書きをちょっと書いてみたんですけど、あこれは書けないわと思いまして、ダメだなと思って、まあ、断ろうと思ってねまたメッセージを見に行ったんですけど、そしたらね
ちょっと下書き書くのを待ってくれと、もっと僕の要求に応えることはできるかいみたいなメッセージが来て、さらにね詳細なマニアックな要求が書かれた文が来てたんですね。でそれを見て完全に、あ俺これ書けないわと思って、もう本当にね今まで書いたことないような性癖のあれでして、では断ったんですけど最終的にはね。でもあれはどうなんですかね、基本的に二次創作って、まあ、それで利益を得ちゃダメみたいなのがあるじゃないですか。でも今回はまああっちから判件を書いてくれれば金を払うぜっていう依頼だったわけじゃないですか。やっぱこれもアウトなんですかね。まあ今となっては断ったんで、まあ、どっちでもいいんですけど。でやっぱね日本語訳もついてたけど、そういうマニアックなね説明となるとね、やっぱ片言になっちゃうんですよね。だからねやっぱり日本言葉が通じないってのは、そのイラストを描く上でなかなかネックになるなと思いましたね。なかなか正しくねこっちにその要求が伝わらないんですよね。それっぽい言葉は使ってあるけど、これどういうことなんだろうなっていうのが結構ありまして、でもねやっぱ絵で稼いでる人ってすごいなと思うんですよ。だってああいうマニアックな要求がもし来たとしても、それを描かなきゃいけないわけでしょ。そう描けないですもん、そんな描き慣れてないし、自分が興味のないそういうね性癖的なものを要求されてもなんかモチベーションも上がらないしね、まあ、お金もらえるからあれなのかもしれないけど、やっぱ書きたいものを書いてそれを見て払ってもらえるのが気が楽でいいなと思いました。便座2ということでね、まあ、前回言った通り便座が割れて、現在はねガムテープで補強していたんですけども、まあ、構造的にねちょうど割れたところがやっぱりね体重がかかると、まあ、一番力が加わる部分でね、ガムテープを貼っていてもねやっぱ取れちゃうんですよね。そこでまああの何か添え木的なものをしなければなと思って部屋の中を探したらですね、ちょうど雪見大福のねあの入れ物があったわけですよ。でなんかこれなんかいいんじゃないかなと思って、まあ、この画像のようにねちょっとそれを添え木にして補強してみたんですけど、そしたらねあのちょうど雪見大福が入る部分がね、あのシーソーでいうこうギッコンギッコンバッタンギッコンバッタンするじゃないですか、シーソーって。でその振動衝撃を殺すためにタイヤが埋まってるじゃないですか、あの地面に接するところに。ちょうどねあんな感じの役割を果たしてくれて、あれ割とねいい感じですよ雪見大福で。まあ多分ねこれで引っ越しまで乗り切れるんじゃないかなと思いますね。でもねそろそろねやっぱ寒くなってきたんで便座カバーがね必要ですよね。夏はねいらないんですよ別に。それにあのうちはなんて言うんだっけ、ユニットバス、あのトイレの隣にシャワーがついてるあれなんで、あんまりねそういう便座カバーつけてると湿気でねあんまりよろしくないと思うんですけど、っていうかねうちはねほんと欠陥住宅みたいなあれで、普通ユニットバスだと、まあ、換気扇ついてるじゃないですか。ついてるんですよ。前住んでたところも、まあ、ユニットバスだったんですけど換気扇はついてたんですよ。でもねうち今住んでるとこね窓しかないんですよ。換気扇がねない。これはね大きな問題でして、換気扇さえあればね寒くても回しておけばね水は乾くんですよ、水分がね。でもね換気扇がないとね窓を開けててもね湿ったままなんですよね。それがね非常に不快なんですよ。普通にトイレに行って、今はねあのそれ用にスリッパみたいなの買ってますけど、買う前はね本当にねもういちいち足が濡れるし、下手するとねあのズボンの裾とかも濡れるし、本当に不快でしたね。この家をこのねアパートを建てたやつはどういう設計をしたんだとねちょっと思いましたけどね。もしねそういうアパートに
住もうと思っている方は、ね、そういうところも気をつけて、まあ、選んでみたらいいんじゃないかと思います。さあそろそろね、声も枯れてきましたんでね、最後にしたいと思うんですけども、まあずっと言ってた食レポですね。ただね、あんまり興味を引くお菓子がね、ここのとこ見つからなくてね、あれだったんですけど、ちょっとこちらご覧いただいて、これなんだと思います？パッと見ね、なんかオレンジの、てかオレンジかなみたいな思うと思うんですけど、さあなんでしょう。シンキングタイム。はい、ね、放送事故になるんでね、もう言っちゃいますけど、これね、なんか最近見つけたんですけど、なんかレモンとオレンジを掛け合わせた、なんか調べたらなんか自然交配でできたらしいんですけど、だからまあオレンジとレモンを掛け合わせたマイヤーレモンっていう果物らしいです、ね、でこれ1個、まあ、見切り品だったんですけど、1個100円で、まあそこそこのお値段なんですけど、まあ、珍しいなと思って、ネタになると思って買ってきたんですけどね。で今回はね、こちらをちょっと食べてみて、どんなもんかなというのを感想をね、言いたいと思います。まあ、前情報ではね、レモンよりもやっぱオレンジが入ってるんで甘い。甘いので、まあ、お菓子とかに使う。お菓子作りとか、まあ、ジャムとかに使うらしいですね。で、これはニュージーランド産なんですけど、まあ、一応日本でも、なんか、ほとんど作ってないけど、少量、ちょこちょこなんか作ってるところもあるらしくて、結構ね、希少な果物らしいです。で、まあ、まず、香りを。まあ、香りは、どうだ、これ。レモン？レモン、まあ、レモン、オレンジよりもレモンかな、香りは。で、こちらはちょっと果肉を、ね、食べてみようと思うんですけど。酸っぱいね、やっぱね。あのね、もっとオレンジ寄りかと思ったら、割とレモン寄りでした。すごいね、酸味がありますね、結構ね。調べた上ではね、なんか、そのレモンよりも甘みがあるんで、果肉も食べれるよって書いてあったんですけど、まあ、個体差があるのかな。これはね、スパイス。ああ、普通にレモン買った方が多分安いです。ね。ああ、それだけです。以上、今週のラジオはここまでということで、コメント返しやっていきたいと思います。質問箱にね、お便りが来てました。まあこれお悩み相談じゃなくて、まあ、普通に質問。まあ、全然ね、質問でもいいんですけど、ニワトリさんは気分転換に何をしていますかというご質問でした。ね、気分転換、まあ、僕ね、最近はね、まあ、朝バイトに行き、昼帰ってきて、まあ、動画を作るか昼寝するかで、夜6時ぐらいに起きて動画を作るか野球を見ながら絵を描くか、そんな生活ですね。これといったね、気分転換ってあんまやってない気がするんですよ。まあ、あの動画作ってて疲れたら、まあ、休憩がてらスマホのゲームをポチポチするぐらいで、ね、なんかそう言葉に出して言うと、なんかすごいしょうもない人生みたいに思えるんですけど、まあでもね、皆様からのコメントがあるんでね、まだかろうじてね、そんなしょうもなくもない人生を送らせていただいております。これがね、本当にコメントつかなくてね、一人相撲だったら本当にしょうもないなと思いますけどね。どうなんだろうね、みんな何か気分転換するんですかね、まあ、買い物とかスポーツとか、まあ、遊びに行ったり美味しいものを食べたりするんでしょうね、皆さんね。でもあんまり遊びに行くっつってもね、あんまり外出るのあんまり好きじゃないしね、買い物も、まあ、お金そんなないし、アマゾンで済ませちゃうしね、まあ、美味しいものっつっても月に一度のスタミナ太郎ですか、
まあ美味しいかは、まあね、舌が肥えてないことが救いですよね。全然満足できますもん。安上がりですよ、僕は。スポーツはね、やっぱ一人ではね、なかなかやれるのは少ないんでね。でもね、あのね、中学の頃に、まあ、ソフトテニスをしてたんですけど、まあ、言ったかな、これ。ソフトテニスをね、してたんですけど、ソフトテニスは今でもね、ちょっとやりたいなと思うんですけどね。ただ残念なことに、一人じゃできないと。二人でもちょっときついかな。ソフトテニスはね、あの公式と違ってね、ダブルスが普通なんですよ。シングルないんですよね。でね、僕の間違えたところはそれですよ。ダブルスはね、本当に自分に合ってない。人になんか迷惑をかけるのがすごい嫌なんですよね。で、自分としては楽しくできれば、楽しくね、部活をできればいいなと思ってたんですけど、結構ね、組まされる相手がね、上昇志向で、勝って上に行って大会に出たいみたいな、そういうのと組まされると、やっぱね、実力は全然出せないんですよね。もう、基本前衛やらされたんですけど、僕、後衛がね、やりたかったんですよ。後ろの人間、後ろの方で打つ人間がやりたかったんですけど、ただただ背が高いっていうだけでね、前衛をやらされてて、前衛何が面白いんだと思いますけどね。あんな、ボールは速いのは飛んでくるし、ねえ、反射神経が全てですよ、あんなの。でもね、まあ、スマッシュを打つのは得意だったし、面白かったですけど、ボレーとかはね、あの、ボールをペシーンって弾くの。あれはね、本当に、あんま好きじゃなかったですね。勇気がないと。めちゃめちゃ速いですかね、ボールは。で、その、まあ、上昇志向のやつを組むと、その勇気を出して、そのボレーに行くのがね、やっぱ、体が、なんていうんですか、力が入らず、ね、イップスみたいなもんですよね。こう投げたくても投げられないみたいな。やっぱそういうのありますよ。本当に 120% 力を出したいなら楽しくやらないと僕出せないんですよね。だからもうそういう同じようなね、楽しくできればいいっていうペアと組むとかなり伸び伸びと楽しくできたんですけどね。何の話をしてたんだ？そうか、気分転換ね。だからまあ今現在の気分転換は、まあスマホのゲームと、まあお絵描きぐらいですかね。はい。コメント返し。長えよ、後から見るわ。ね、作業用 BGM を目指してちょっと長くしてみたんですけども、まあ、長くするとね、動画の書き出しに結構、ね、別に動画とか使ってないんだけど、時間がかかっちゃうんで、音声だけのね、ほとんど書き出しなんですけど、まあ、結構ね、1時間ぐらいかかるんで、やっぱり30分か20分ぐらいに収めた方が、まあ、いいかなと思ってます。どうなんでしょうね。やっぱ長い方がいいんですかね。皆さんは。ラジオ的には。多分ね、再生数伸びないのってね、時間が長すぎるっていうのもあると思うんですけどね。もうほんと賛否両論で、長い方がいいっていう方と、短いのがいいんじゃないかっていう方がいて、まあ、どっちにすればいいのかよくわからないです。今適当に作ったネーム作って漫画描いてる。すごいですよね。適当に作ったネームで、まあ、その漫画をね、終わりまで描けるならすごいなと思いますね。絶対途中でね、なんか矛盾してきますもん、僕の場合。売れてる週刊漫画はほぼ行き当たりばったりだぞ。コマ？なんかプロってね、始める前になんかすごい編集さんと話を練ってるのかと思ってたんですけど、行き当たりばったりなんですか？まあね、予想以上に長期連載とかになったら、まあその場で考えるしかないですよね。1週間に18ページとか書かなきゃいけないわけだから、うん、まあでも編集さんがいたらどうなんだろうね。ベテランの編集さんがいれば導いてくれるのですかね。でね、最近思うのはね、ある程度ね、臭くても、まあ、テンプレ、王道の展開っていうのは大切なんだなと思ってます。ね、あんまりそういうの嫌だなと思うんですよ。お涙ちょうだいみたいなテンプレのね、悲しいことがあって、泣いてるけど助けられたよみたいな、そういうのはね、あんまり好きじゃないんですけど、やっぱりね、わかりやすいし、オチもね、書いてて、つけやすいなと思います。チコリータから育てないと。
まあね、ベイリーフと聞いたらやっぱチコリータを思い浮かびますよね。ポケモン金をやってた人は金銀か。金銀はね、ギリギリゲームボーイカラーだったんでね、僕もやってました。料理動画で調理音がないのってかなり魅力減る。まあこれ言われてから、音割りにしてるんですけども、あんまり美味しそうな音は入らないですね。やっぱり美味しそうな音って、まあ、焼いてる時とかね、揚げてる時とかだと思うんですけど、まあね、結構カットを多用してるんで入っても一瞬なんですけどね、音が。日本語ほとんど通じないスリランカ料理屋さん行ったらビールサービスしてもらったぞ。まあ、外国の方のお店のね、いいところですよね。なんかこの謎のサービス精神みたいな。なかなかね、日本の、まあ、日本のお店でもあるのかもしれないけど、まあ、チェーン店ではまずないですよね、そういうのは。決まりですからね。まあ、個人店なら、まあ、日本でもあるのかな。友達と行けばいいんやで。友達とはね、あの月1ぐらいで、さっきも言いましたけど、スタミナ太郎に行ってますね。前まではね、普通に焼肉の食い放題だったんですけど、まあ一番安いコースでしたけど、それでもね、やっぱ3000円ぐらいかかるんですよね。でもスタミナ太郎は1700円ぐらいなんですよ。それでいてね、まあそんな舌肥えてないんで、もう肉食えればいいし、でもね、肉だけじゃなくてなんかいろんなものあるじゃないですか。甘いものもあるし、で何よりね、やっぱ自分で取ってこれってすぐ食べられるじゃないですかね。焼肉店ってやっぱ出してくるまでの時間もあるし、そういうのを考えるとバイキングの方がいいかなと最近思いますね。こっちじゃ普通にスーパーで鶏肉の刺身売ってるしな。コマ？いくら鮮度がいいからってね、スーパーで鶏の刺身って売れるもんなんですか？やっぱ切ったら菌とか増えないのかね。ちゃんと処理すると菌無菌状態、無菌室で調理してるのかね。すごいね、本当にこういうところがすごいですね。やっぱ産地の、生産地の強み。6000円、まあヘアカットのお値段でね、すごいですね、6000円。まあ多分女性だろうなとは思うんですけど、セレブやな。友人の実験台で無料。まあ利用者の友達がいるといいですね。まあ、友達とならね、こう話も弾むし、苦じゃないしね、行きやすいし、いいですね。YouTuber って言えばええやん。それね、まあ生計立つレベルのね、YouTuber なら自信を持って言いますよ。でもね、まあ今のところ4つ目の収入はゼロですからね。そんな自称 YouTuber って言ったらもう笑うしかないですからね。バーチャル YouTuber って言ったらどんな反応をするんだろう。多分ね、そのオタク界隈分かってない人は多分何それってなると思うよ。ね、絶対えってなりますから、そんなん耐えられんわ。お前は俺か、俺はお前だ。ユニクロ島村で、まあ、僕はね、ここ数年はもうもっぱら古着屋ですね。安い、本当に安いんですよね。まあ、高いのは高いけど、安いのは本当に安い、数百円。ただしズボンとか靴はやっぱりね、サイズを見なきゃいけないんで、そこはねユニクロ使ってます。てかね、ズボン、最近ズボンって言わないのかね。ジーパン、パンツ、スラックス、もうおじいちゃんは話についていけないよ。引っ越す金の方が高いんだよな。でもまあね、何年に一度だから、4年に一度か2年に一度か知んないけど、更新料がねかかるんですよ、東京って。でまあ一月分の家賃を持ってかれるわけですよね、余計に。だからその時だけ家賃2倍みたいなね。それを考えると、まあそれが来る前に引っ越した方がいいかなと思うんですよね。 G が出ないもメリットで、まあ北海道はね G が出ないっていうので有名ですけど、でもね、最近はなんか北海道でも都会、町、都市、都心、まあ、よくわかんないけど、まあ札幌とか大きな町のところは出るっていう話も、まあ、聞きますよね。どうなんでしょうね。住んでるけど改正は少ない。あ、富山、多分富山そうなんですかね。まあなんか寒いところっていつも曇ってるようなイメージがないこともない。っていうか今現在ここ今住んでるところも寒くなってからね、結構なんかどんよりしてますね。
マクドのイントネーションが違う、やり直し（大阪民）ね、京都だけじゃなくて関西地域がもうマクド、まあ、イントネーションを正しくやるとマクドだったから、マクド行くかみたいな。なんでマクドになるんだろうなマクド、マクド。福岡と北九州は別物なので、一緒にされると地元の人は激怒する。ああそうなんだね。えやっぱ他のとこから見るともう北九州は福岡とね一緒みたいなもんだろうなとは思ってたんですけど、やっぱ違うんですね。さらに修羅の国みたいな感じなんですかね。キャラは書き手に似るっていうから鶏さんに似たんじゃないかな。やっぱり美少女じゃないか俺は美少女に生まれたかったな本当に。ねえ、美少女だったらもう何をしてもねえ、何をしてもつまらなくても動画伸びると思うもんね。最近ねもう本当に思いますよ、巨乳の人が胸をアピールしてるだけの動画がすごい伸びてるし、男でそれってなかなかないもんね。でも確かにね、言われてみると人見知りで結構そっけないんですよパッと見。でもね、仲良くなると多分うざいぐらい絡むんですよね。それはもしかしてツンデレなのかな。でもツンツンしてるわけじゃないんですけどね、まあパッと見そう見られることが多い。わかるわ。アニメのね第1話を見るのにパワーがいるという話題でしたけども、多分ねあれ録画だからいけないんでしょうね。リアルタイム視聴ならもう見るしかないからもう見るんですけど、録画だとねついついねもうなんか見るのにパワーが いるから溜めちゃうんですよね。最近はねもう 1.7 倍速で見てます。もう作ってる方には申し訳ないけど、本当にね最近数が多くてね、アニメの。そうしないともう消費できない。大学の頃はね、まあ、アニメーション学科だったんですけど、僕まあその講師の方がねこの先アニメは減っていくぞみたいな話をされてましたけどね、全然そんなことなかったですね。全然そのは現状維持ですよね。あっちこっち行ってご親族とか連絡大丈夫なんかと、まあ言うてもね、親に引っ越しましたって言えばそれだけで終わるけどね。そんなにねご親族と言ってもね連絡しなきゃいけないのはまあ親ぐらいなんじゃないかな。甘酢もね、ね、これ忘れてましたね。チキン南蛮はやっぱりねタルタルソースだけじゃダメなんですね。南蛮っていうぐらいだから南蛮酢、これがないとやっぱりチキン南蛮としては完成しないんですね。これがあるからこそ、あの甘じょっぱい南蛮酢があるからこそね、なんていうんですか、あれ最高ですよね。衣に染み込みねえだからまあチキン南蛮はチキンと 甘酢、南蛮酢とタルタルソース、この三味一体によって繰り広げられる味のハーモニー。ラム肉のシシケバブとかチキンティッカ こっちの方が動画的にも近いかもとかも最高よね、うん、どっちも食べたことないなんかね近くにケバブサンドのお店はなんかあるんですよ。もう外国の方がやってる本格的なお店でもね、やっぱ外国の方がやってるとね買いづらいですね、やっぱりね。まず言葉ちゃんと通じるのかなっていうところから入っていくからね。通じないと商売なんかできないだろうけど怖いわ本持参で読んでると話しかけられにくいかも。 でもさ髪切ってたらめっちゃ本に髪落ちてこない？これあれじゃないですか、染めてたりなんか長時間暇な時とか用の本じゃないですかね。散髪ね、髪が何、髪を防ぐねシートみたいなのかぶせられるじゃないですか。あれしたらもう手とか出せないもんね。手も足も出ないぜみたいな、まあ、実際本持ってけって言われても持ってくような本持ってないけどね俺ね漫画ぐらいしかないけど。はい、こんなもんでおしまいです。それではバイバーイ。にわっち。